こんにちはーぽー赤チン TV ですというわけで今日はなんと、コインを指で挿入してしまうというね、やばいマジック。ま、種明かしちゃいます。コインがわちょー はい。えー、まあ、っいう感じなんですけれども、まあ、空手コインっていう商品で、まあ、いろんなタイプのものがね、え、売られてます。本当にね、やっぱコインを指でぶっ刺すっていうのはね、まあ、なかなか無理があるんで、まあ、こういうものも買うんですけれども、1500、600円でね、最近買いました。まあ、どこでも入手できるんじゃないかなと思います。で、このタイプが、これ完全にブニョンってなってるタイプのもので、穴だけ開いてるね、 タイプのもの、こう、ぶにょんとはなってないタイプのもの、それぞれ売られていると思います。そのあたりお好みでやってください。で、日本円ではね、こう、穴開けてはいけませんので、え、外国のコインでやってください。で、まあ、これはいいルーティンあればメインチャンネルとかでもね、解説していきますけれども、まあ、とりあえずね、使い方と、ま、商品紹介みたいな感じで、受けます ま、一発芸みたいなもんですね。で、いろんなルーティンに組み込んでる方もね、たくさんいますけれども、まあ、これ指にはめて、もう一個ね、え、これ用意します。で、これがね、まあ、ニッケル的な感じなんで、ちょっとシルバーでやっちゃうと、ちょっと色合い合わんな、みたいな感じはあります。で、これを、ま、いろいろあるんだけど、ま、あ最初普通に脱力して、これ見えないような状態にしといて、この声をただ上に投げてキャッチした時に指を伸ばすだけです。で、ワンキューとか言って、 やべえやつやーみたいな感じでこう貫通しましたっていう、見せるっていうこれ、ね、めちゃくちゃマジでね、面白いっていうかめっちゃウケるタイプのものです。で、まあルーティン的にやりたいんだったら、こう掴んだ後は、まあこっちにパスして、まあ抜き取るみたいなね、あったりするんですけれども、まあよくあるのは、例えば中指にこれあらかじめ刺しといて、 このコイン示して人差し指は提示しといて掴んだ時に中指を伸ばします。わちゃー貫通しましたで、ね、コインをこちらにパスしといて、このコインを抜き取る時に人差し指にこう入れ替えて、コインが戻るみたいな、まあ、演出。ただね、まあ僕としてはこれ一発ギャグ的なものなんで、もうただ単にわちゃー このくらいで、ねまあ、いいいいいでんじゃないかななかと思いますわーみたいなね、うん、これだけやってはい続きましてみたいな感じでも全然ありだと思いますまあ持ってるだけで、まあ、全然難しくないただ掴むだけですから掴んでね指伸ばすだけなんで、まあ、非常にコストパフォーマンスに優れているのではないでしょうか、まあ、インパクトをね与えられるのとあのー、わーって掴、まあ、みとか あの、ビジュアルな、コインマジックなかなかね、難しいんで、まあ、こういうの、まあ、取りに入れてあげてもいいと思いますし、まあ、コインマジックやらないって方でも,でも、ね、やらないって方でも、これだけ入れてみてもね、全然ありだと思います。えー、今日は、まあ、空手コインの使い方。まあ、こういうのを穴、穴だけね、普通に開けて、ショポってやっても全然受けますのでね。まあ、穴開けたりはできないのかなわっちわかんないんですけれども、まあ、どなたかのね、参考になればと。 いいいなと思います以上、ビジュアルなコインマジックの解説でした。